撮れたし、ね、ちょっとこう夕方っぽいでしょ。一抜はい、一抜けたイエーイ。あー、水深大体測ってると大体12メートルから15メートルぐらいの感じですね。で今ね、ティップランっぽい、釣り方で、まあ、ティップランっぽいというかティップランの釣り方ですよね、まず真下にバーチカルにエギを落としてもらって、探ってる今状態です。でその時なんですけれども、こうやってね、今使ってるのは、EGQ のキャストヘビー、で、グラムは 25g、3.5 号のサイズになります。で沈下スピードはね、あの RS アオリキューの RS ヘビーと全く一緒、メートル 1.4 秒で沈んでくれるんで、このぐらいの15メートルとか20メートルぐらい、ミドルレンジですよね。 EGQ では、浅すぎるって言った時に、使ってもらえると面白いと思いますよ。この秋シーズンとかでしたらね、ちょうどこの水深に落ち始める頃っていうのは、そこそこ手のひらから500ぐらいのサイズっていうのが落ちてくるサイズになりますんでね、そういった時にはこの、EGQ キャストヘビーでカバーしてもらうといいと思います。でこうやってあのね、今日はちょっと風がちょっとあまり吹いてないもんで、それほど流れないもんで、その時にはこうね、ある程度その、あのボトムついて、で、2、3回こうね、あのトゥイッチしてやって、そこからこう止めてやって、当たりがなかったらずーっと上に持ち上げるとかね、横にずーっとこう動かしてやるんですね。そうすると、エギが動いていくもんや境に、簡易的にそのティップランのことを起こしてやるようなことで、イカが食ってくるっていう感じで当たりに持ち込みます。で、2、3回やった時に当たりがなかったら、もう一度回収して、ちょっとね、その時は軽くキャストしてやって、で、広範囲に探ってやるといいと思います。で、僕今ね使ってるこのラインなんですけれども、今年ね、この間、発売になりました、デュエルから出ましたハードコアのね、シルキー8、X8 8本寄りの P ラインになります。はい、こちらの方で一応5色カラーのやつで、なってるこのタイプの方を今使ってるんですけれども、こういうティップランとか、水深のあるところですよね、そういったところを攻めるにはやっぱりこうやってカラー分けしてあるようなやつで、大体何メートルぐらい今沈んでるのかっていうのを一目瞭然に、できるんで結構おすすめです。で8本よりは結構しなやかなんで、僕はどちらかというとこういうティップランとか、エギングするときにはその、8本よりっていうタイプの、P ラインを使います。でもやっぱり4本よりよりもやはり強さ的にはちょっと劣ります。でも、しなやかさとやっぱりこのガイドを通ってくる時のあのイオンですよね、イオンっていうのかな、そのキュッキュッキュッっていうような感じのね、音が4本網とかでしたら起こってしまうんですけども、8本よりとかでしたらその音がしません。すごく快適に釣りはできると思います。でもやっぱり中にはね、そのキュッキュッっていう音が自分のそのパターンであるっていうこともあるんで、だからその4本のそのね、巻いた時キュッキュッキュッっていうこの自分での音のパターンを作る時には、結構有効的なんで、4本よりも僕はおすすめだと思いますんで、自分の好みで変えられたらいいと思います。それで4本よりと8本より各3本ずつ、カラーラインナップがありますんで、ショップさんとかに行かれてね、手に取って、あ、僕はこのカラーがいいという感じで選ばれたらどうかなと思いますね。はい、まあ、僕がそのティップランとかにおすすめするのはこうやってカラー、5色カラーですかねに分けてある、タイプの方をおすすめします。これは両方とも4本網も、8本網もラインナップありますんで、ぜひ皆さんもね使ってみてください。それにも一番ね、この P ラインでやっぱり皆さんがおっしゃられるのが、やっぱ P ラインの8本よりとか4本よりっていうのは基本的に値段が高いと。特に8本網とかでしたらやっぱり高いものでしたら 7、8000円とか軽くします。そうなってくるとやっぱりね、お財布的にもかなり痛いもので、
それをね、安くコストパフォーマンスに優れたことをしようっていうのをデュエルが心がけてくれたもので、大体この8本よりでも3500円ほどの価格で、用意をしております。サイズ的には下が 0.6 号から、上は4号まで、ラインナップありますんで、ショアジギされる方とか、ジギングされる方、当然エギングされる方、ティップランされる方、いろいろとね、幅広く、使えていただけると思うんで、もしよかったらそのチョップさんとかでね、いっぺん手に取ってもらって使っていただいて、していただけたらいいかなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。はい、さっきから見てもらってもいいようにね、全然ね音しませんでしょ。8本網とかね、すごく、いい仕上がりに僕はなってると思います。プロトの、ね、状態からずっとテストしてるんですけれども、何ら問題は起こってません。安いからダメなんじゃないとかね、そういう風に思われるかもしれないですけど、至ってそんなことは今まで感じたことはありません。まあ、使ってもらったらねすぐ分かると思うんですけども、実際にやっぱり使ってもらわないと、分からないと思うんでね、ぜひ皆さんも一遍手に取って一遍リールに参ってもらって使ってもらうといいと思います。しかもこれ一巻きが 200m なんですよ。大体普通のね P ラインとかでしたら 100m とか 120m 150m とかっていうぐらいで P ラインは巻かれてるんですけども、デュエルの P ライン X4 も X8 も、両方とも 200m 巻きになってます。で、その価格に設定されてるんで、かなりというかむちゃくちゃお得です。はい、一度ぜひ手に取って、探ってみてください。はい、いい思いが多分できると思いますよ。きっと多分お財布にも優しいね。奥さんに黙ってちょっと今日 LINE 買いたい境にちょっといつものお小遣いちょうだいっていう感じでね、お小遣いを1万円もらったら3500円で済んじゃった、6500円って感じですかね。それはまあ置いといてそういうこともできますけどね。していいのかな、あかんな、かげまあ、お父さんのへそくりっていうことで、お財布に優しいPラインということで心がけてもらったらいいかな。はい。